個目のバトルはこちらです。箱の中身は何でしょね対決。あーうわー、ギルティクラウンの3話でやった。ないわないわ。どんな回なんですかそれ。これ噛むやつ入ってないですか。あーやだー、どうす。結構本格的なセットが。私もねこれね何が入ってるか実はあまりよく知らなくて、ちょっとさっきガサガサ聞こえてきたんで大丈夫かな。ガサガサ聞こえる。見ちゃダメですよ、見ちゃダメですよ。どうするんですか。死んだら、死んだらいけない。チワワとかだったらビキビキしてますよ中で。中村さん乱暴です。威嚇しないと。まずだからなんで生き物前提のいやいやまずこっちの方が強いんだっていうことを見せとかないと。なんでしょうね。やられたろ。うん。刺されないように。あ、中村さんチクチクしてるよ。これはねちょっと簡単すぎない。うん、これいけますよね。これは簡単ですよ。もういいですよ、はい、第二形態も触らなくて大丈夫ですか。え、あと変身をいくつ残してる。あと3段階あります。本当。はい、では2人同時にお答えをお出しください、はい、どうぞ。はい、じゃん。たわし。たわし出ましたね。え、中村さん。え、その右下の世界。世界。正直これもう手突っ込む前から分かってました。それはエスパーとみなしていいんでしょうか。ええ、叩いた瞬間に聞こえました。たわしの声が。たわしの声が、やめてよ。でもね、ここでたわしが来たってことはだよ、はい、次だね。あー、次は変化球来るかもしれないですね。次多分砂漠によくいるあれだと思う。慎重に。ゆっくりだよ。どうですか、聞こえますか。いや、何も聞こえない。え、うわ、何これ。触ってますか。何これ。もう男らしく触ってください。触ってるんだけど。何これ。うわ、茅野さんか。やめてよもう。あ、分かったよ。びっちょびちょ。ではお二人フリップどうぞ。じゃん。濡れた毛糸、湿った毛玉。おお、正解です。それぞれワンポイント獲得でございます。ありがとうございます。おめでとうございます。よし。